なんせ地震の時は、はい、あの親戚、はい、親戚とかみんな集まって、はい、13、4人で、はい、あのあと1時間ほどしたらおかず並べて、はい、みんなで食べて飲んで騒がんかねっていうの時やったもんです。失礼しました。です。もう漁港が、漁港まで徒歩10秒っていう位置ですけど、怖い思いはあります。毎回そういう津波警報が出るたびに。津波の時はやっぱり怖いと思いますけど、うん、まあ今は、あっちから多分こうして行くだろうさで、はい、ここら辺はあれだけど、やっぱり日々は行ってます。ああ。これどうやって逃げられたというか。みんなでなんか、最初はこう、テーブルの下潜ったんですけど、また次来た時に、誰かが外でーとか言うたもんで、みんなしてわーって、外出て、どうしてたんかね。高台では、あ、まあ、すぐ裏にあるといえばあるんですかね。こっちとか。私らはこの、さっき山って言って、この山の上。あそこなんですけど、本当に今思ったら、外にどうしとったか何も覚えとらん。激も必死ではあんま覚えてないからですね。ね、何も覚えとらんけどね。あ、どうやって逃げたんかね、お父さん、地震の時。んみんなで外出て。中日新聞です。はい、お疲れ様です。外出てどうしたか何も覚えとらんね。覚えとらんね。もう必死やったしね。あの、こんな近く、漁港のこんなすぐそば住んでるってことは、漁師ですか？いです私違います。あ、違います。もう漁協ももうダメよね。いやもう立ち物傾いてるからね。ですあ、これも、この日も、今、あの、地震で行った日。ああ、この日々地震で行ったんですね。いいけど、このビルがほら。ああ、まあ、そうですね。ああ、ほんとですね。はい。すごい、もう、折れちゃって、落ち込んでね、ひどくしてきた。あ、なんか今から。今から見て、すごいことになってるわ、もう。もう気をつけな、この、うん、うん。広い幅で、ドーンって下がっとる、うん、ところがありますから。すごいですよ。もう旅行としては難しいよね。あ、まあ、ね、すごい男性の。なんかこの1週間で困ったことというか。困ったことはどうなんだろう。もう諦めてるもんね。もう何をしていいかもわからないしね。まあ、ほんでもみんなに助けてもらってね。お互いにみんな助け合ってるから、まだね。ほんで雨水ちゃんと貯める人もおったり、ほんでトイレ最後に、一日の最後に流したり、うん、まあ、最初は避難所とかね、駐車場とか。で寝たり、避難所とか行きましたけど、電気が一つだけでもう結構助かってます、食べ物もおかげさんで、腐らなんだし、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。